ここからはキャスターが行くです。今回は小林キャスターです。はい、よろしくお願いします。さて、プロ野球 NPB のクライマックスシリーズ大変盛り上がりを見せてますよね。はい、さあ、そんなプロ野球選手になるための第一歩ドラフト会議が来週24日木曜日に行われます。はい、今年も県内からプロ志望届出してる選手何人かいますね。はい、そうなんですよ。楽しみですね。はい、それでは最近のですねドラフト県内の女性振り返っていきましょうか。はい、まず2023年、去年ですね、下野出身の大山亮投手が福岡ソフトバンクホークスに6位指名。そして2022年おととしですね、白鴎大学の曽谷龍平投手がオリックスバファローズに1位指名ということで。そうでした。はい、お二人とも今一軍で大変活躍されていらっしゃるんです。まあ、1位指名となるとね、こうやって交渉権獲得みたいな感じになるんですけれども、はい、今年も県内のドラフト候補生大変注目な方多いです。うん、そのうちの一人、社会人野球選手を密着しました。去年10月、私はエイジック硬式野球部の川北翔太投手に出会い、取材を始めました。川北投手はプロ野球選手の夢を叶えるため強豪の浦和学院高校、東洋大学と進学し、エイジックでは仕事をしながら野球に打ち込んでいます。高校の同期にはプロ野球埼玉西武ライオンズの渡辺裕太郎投手や蛭間拓哉選手がいて、一足先に夢を叶えています。ドラフト指名解禁となった今年、川北投手は NPB への思いを語りました。ですね、浦学の時もありがたいことに1番は背負わせていただいたんですけど、でもやっぱりチームの中で見たら渡辺蛭間っていう存在が大きかったので、そこに追いつけ追い越せじゃないですけど、そういった気持ちはもう大学の頃から強いですね。その反面、やっぱり悔しい部分も僕は大きいので、やっぱりそこに追いつくというよりは追い越して、最終的には勝てたらなみたいな感覚はあります。プロ野球のスカウトにアピールするためには、全国大会での活躍が足がかりになります。難波隆監督は川北投手に期待を寄せています。川北がですね、彼は来年何としても NPB に行きたいという思いが非常に強いので、そのためにはやっぱり全国でいいところを見せてくれると、非常にチームとしても助かると思います。6月、社会人野球の2大大会、東京ドームで始まる都市対抗野球大会の予選が始まりました。スカウトへアピールしたい川北投手は日立製作所戦に先発し、9回を1人で投げ切り、チームを勝利に導きました。チームがまだ日立に勝ったことがないので、そのために今日は絶対勝つんだっていう意気込みで臨みました。で、完投ができて、まあ良かったですけど苦しかったですね。全体的にやっぱりずっと今日はハラハラする展開も多かったですし、まあ5回失点した後とかもやっぱり悔しかったですし、全体的に本当に苦しい投球だったのかなと思います。やっぱり気持ちの部分ですごく今まで以上に試合に臨んでいたと思うので、そこがその最後の粘りにつながったのかなと思います。その後、第一代表決定戦でスバルに勝利し、エイジックは都市対抗本戦に出場を決めました。川北投手に本戦への意気込みを聞いてみると、補強ですけど、去年は個人的には悔しい思いをしたので、今年はその借りが返せるようにしっかり投げた試合を抑えて、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思ってます。迎えた7月、自分のチームで初めて挑む都市対抗本戦。初戦の日本製鉄瀬戸内戦で先発した川北投手は3失点で2回途中に降板しましたが、その後チームは逆転勝利を収め、都市対抗で歴史的な初勝利を挙げました。しかし川北投手にとっては悔しいマウンドになりました。続く2回戦でも先発した川北投手でしたが、1失点で3回途中に降板するとチームも敗れ、都市対抗の戦いは幕を下ろしました。よろしくお願いします。お願いします。8月、栃木テレビに生出演した川北投手は都市対抗での戦いをこう振り返りました。そうですね、自チームで
初めて出たので、はい、すごく前回と違った気持ちで悔しい結果ですけど楽しかったです。はい、その後川北投手は奮闘します。関東選抜リーグでは茨城日産に9回2安打で完封勝利を収めました。そして先月9日、都市対抗と並び2大大会である日本選手権の予選が始まり、エイジェックは再び日立製作所と対戦しました。川北投手は4点ビハインドの8回から登板し、無安打無失点の好投を見せ、この日はスカウトの前で最速155キロを計測しました。しかし試合には敗れてしまい、日本選手権は予選敗退。今シーズンの公式戦はこれで終了となりました。試合後、川北投手に話を聞くと、やりきれない部分も結構ありますね。今日の試合、そうですね、これで今シーズン最後って形になるからですか？それもありますし、やっぱり勝ちきれなかったっていうのもそうですし、都市対抗で僕は初戦はのみんなのおかげでなんとか一勝、チームとしてできたんですけど、今日は流れ変えたかったんですけど変えれなかったなっていう部分でも悔しさありますし、やりきれない部分は多くありますね。なるほど、まあ、これで一旦区切り、今シーズン区切りになりますけど、まあ、ドラフト会議が始まると思うんですが、そのあたりは今はどういう気持ちで見てます？正直あんまり期待してないですし、はいはい、僕自身アピールできる場所ができませんでしたし、チームとしても負けてしまった試合もありましたし、そういった部分では期待できる部分はないので、運よく選ばれたらそれは嬉しいことですし、選ばれなかったとしても悔しい思いで今年は終わっているので、来年はしっかりといい思いをして、終われるように残りの期間頑張って来年どっちにしろしっかりと自分自身で頑張りたいなと思います。はい、川北投手結構悔しい思いをにじませていましたね。そうなんですよね、悔しい思いを背負っての、今回のドラフトという形になるんですよね。チームの中心的存在ですから、ぜひ選ばれてほしいですね。そうですね。ではここでですね、ドラフトの指名条件見ていきましょう。はい、高校生と大学生はプロ志望届を提出しないとドラフトでの指名はありません。はい、そして栃木ゴールデンブレーブスのような独立リーガーですね、入団したその年から指名が可能になりますので、はい、選手全員に指名される権利があります。はい、プロ志望届出さなくていいんですよ。そうですよね。はい、しかし川北投手のような社会人野球選手たちは高卒の場合は3年目以降、そして大卒の場合は2年目以降での指名となります。はい、そしてさらには育成選手としての指名は技術の向上と社会教育という社会人野球の理念から外れますので、基本的にはなく支配下選手としてのみの指名になっていくんです。ということはハードルが少し上がるということになりますけれども、こういった数々の条件をクリアして、はい、なおかつ球団のお眼鏡にかなってようやく指名ということになるので、はい、ちょっとねハードルは上がりますけれども頑張ってもらいたいですね。かなり狭き門ってことですもんね。そうなんです。さて来週24日ですね、選手たちの運命がかかったドラフト会議が行われます。ぜひ皆さんも県内選手、県内関係の選手たちの動向を見守っていただければと思います。ここまでキャスターが行くでした。